場所変えてはるんですか？場所は変えてます、ちょっと。あ、多分そうしたら、スピードをね、1割増しか、1割減にする、はい。まあ2割でもいいですけど、なんか間違ってるんで。あの、寒いから釣れないじゃ絶対ない。絶対ない。言い切れますね。魚いない。で、テクニックで釣れるっていうのはあるんですけども、そんなんじゃないね。釣れるところに落としたら、テクニックも平気もなく、ずーっと落ちたらパクって取れます。なんかタイミングとか、あとは一線のルアー使う。ビビビバグをそのままほたかしにしとくと、なんかどうしてもビアコで大きいので巻いてってなるでしょ、はい、もうそれがすごい落としやがって、横でだからスピニングでバンバンやられたらそれに気づくやん。だからまあ今までよりも2割減のスピードで巻くの、2割アップのスピードで巻く、この2つだけでもこれ違う。これ意味深くて、2割減で巻くってことは同じ重さやったらスタックし始めるってことですね。ということは軽くしていくんで、速く巻くもんですよ。今まで負けている水深は狙っていたい水深は決まってるんですよ。例えばボトムでやる、これを2割強で巻くとどうなるか言ったら、こうなる。ほんならさっきの場所じゃないから、それは2割減のスピードでやってる、2割プラスのスピードでやってない、場所が変わってるから、それを工夫する。でも釣り方は根本的に変わる。ゆっくり巻いて気持ち悪かったらラインを細くして分かりやすいようにするでしょ。2割減、2割今日は、まあ、簡単なんですけど、意味は深い。以上、説明終わりです。すみません、ありがとうございます。